予告編より、孤独な場所で、は、1950年のアメリカ合衆国の恋愛映画。監督は、ニコラス・レイ。出演は、ハンフリー・ボガートとクロリア・グレアムなど。ドロシー・ B ・ヒューズによる、シリアル・キラーを題材にした1947年の、サイコ・サスペンス小説、イン・エイ・ロンリー・プレイスを映画化した、フィルム・ノワール。主演したハンフリー・ボガートの個人プロダクションである。 サンタナプロの企画で制作された。原作小説をエドマンド・エイチノースが脚色し、それをもとにアンドリュー・ソルトが脚本を執筆したが、実際には監督のニコラス・レイが撮影と並行してほとんどを書き直したため、原作とは大きくかけ離れた恋愛映画となっている。2007年にアメリカ議会図書館に永久保存するアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。 脚本家のディクソン・スティールは仕事に役立てる目的で自宅に連れ帰った女性、ミルドレッド・アトキンソンがディクソンの家を出た後に殺されたことから殺人事件の容疑者とされる。しかし、向かいの部屋に住むローレル・グレーの証言でディクソンの疑いが晴れる。これをきっかけにディクソンとローレルは恋仲になる。ディクソンの身の回りの世話をするようになったローレルだが、ある出来事をきっかけに ディクソンの凶暴な裏の顔に気づき、彼を疑うようになる。不安から夜も眠れなくなったローレルはディクソンから逃げ出そうとするが、そこにディクソンが現れてプロポーズする。ローレルは彼を恐れるあまり、プロポーズを断ることができない。仲間たちを集めた結婚披露のパーティーの場でもディクソンは、些細なことで怒り出し、マネージャーのメルリップマンに暴力を振るう。 それを見たローレルは逃げるように家に帰る。ローレルの家でディクソンは彼女に謝罪するが、ローレルが自分から逃げ出そうとしていることを知ると、我を忘れたディクソンは怒りに任せて、ローレルに襲いかかる。そこに警察から電話がかかる。電話に出たディクソンは、ミルドレット殺しの真犯人が被害者の恋人ヘンリー・ケスラーだったことを知らされる。警察は電話で、 ローレルにも謝罪するが、すべては遅く、ローレルとディクソンの関係は完全に終わる。原作のディクソンにあたるキャラクターは、実際に凶悪殺人者という設定であったが、映画ではこれが改変されている。通常、主演男優のイメージダウンを回避するために、この種の原作改変が行われる事例が多いが、本作ではむしろ、殺人者と神一重なほど、 劇場的な主人公の彼自身の性格に起因した根深い孤独さを強調する結果となり、珍しい成功例となった。公開当時、工業面での成績は不審であったが、批評家からは高く評価されており、後にフィルムノワールの終作として、またニコラスレイの初期の代表作として評価されている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、 ハンフリー・ボガートとクロリア・グレアムの素晴らしい演技に導かれ孤独な場所では、稀有な深みと成熟度を持った感動的なノワールである。であり、47件の評論の内高評価は98%に当たる46件で、平均点は10点満点中8.71点となっている。監督のニコラス・レイとクロリア・グレアムは映画撮影時は夫婦だったが、 映画公開後の1952年に離婚している。殺されたミルドレッドの恋人の名前、ヘンリー・ケスラーは協力プロデューサーのヘンリー・エス・ケスラーから取った内訳受けのジョークである。ありがとうございます。